京セラドーム大阪です。オリックスバファローズ対北海道日本ハムファイターズ、この試合の模様をお送りいたします。バファローズの先発は左の宮城、対するファイターズの先発は左の加藤、この両投手の投げ合いです。さあ、まもなく試合開始となります。左の宮城、マウンドに上がりました。ファイターズ打線相手にどういった投球を見せるのか。まずは1回の表、先頭バッターは郡司。投球これから2球目。打ちました。レフト前に出る。ボールはレフト取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番磯畑。第9球投げました。初球を打った。セカンドの頭上掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番万波。第3球を投げました。打った。取ってアウト。3アウトチェンジ。宮城、無難な立ち上がりです。2回の表、これからファイターズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターはマルティネス。投げました。打ちました。紅林掴んだ。一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番水谷。第6球を投げました。打った。三遊間の当たり、あっと抜けた。水谷、いいバッティングを見せました。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。バッターは6番上川畑。第5球投げた。打ちました。破ってった。中継、上川畑ナイスバッティングです。バファローズ先制のピンチを迎えます。ワンアウトランナー一塁二塁となりまして、レイエス打ちました。ゴンザレスボールを掴んだ。セカンドフォースアウト。一塁送球アウト。ゲッツー。スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。バファローズダブルプレーでピンチをしのいでいます。2回の表が終わって0対0です。3回の表、これからファイターズの攻撃に入ります。トップバッターは水野。第3球を投げた。打ちました。ライト前に出る。取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは9番伏見。第5球投げた。変化球空振り三振。打順は1番に帰って郡司。第1打席はレフトフライに倒れています。投げた。初球から打ってった。ショートバウンド、ボールを取った。足立、軽快な守備を見せました。3アウトチェンジ。宮城、この回きっちりと3人で抑えています。3回の表が終わって0対0です。3回の裏、これからバファローズの攻撃に入ります。先頭バッターは頓宮。第9球投げました。見送ってストライク。第2球投げました。打った。ファール。第3球1球外してボール。第4球を投げました。あっと、いった。入った入った。ホームラン、先制ホームラン。バファローズ先制1対0。素晴らしい一発をベンチも祝福。では先制の場面、映像でご覧いただきましょう。ゲームは中盤戦に入ります。この回のトップバッターは磯畑。第1打席はセカンドフライに倒れています。第3球を打ちました。ゴンザレス取った。アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番万波。最初のバッターボックスはショートライナーに倒れています。投げました。
見逃し三振。バッターは4番マルティネス。最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。投げました、空振り三振、バッターアウト。宮城最後は見逃し三振に仕留めました。4回の表が終わって1対0です。5回の表1点を追いかけますファイターズの攻撃。この回の先頭バッターは水谷。第9球投げた、打ちました、初球打ち、センターへのフライだ、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番上川畑。さあ6球目、打ちました、あっと取れない。上川畑いいバッティングを見せました。さあワンアウトから同点のランナーが出ました。先ほどのプレーです。バッターは DH のレイエス。第3球を投げた、打った、1、2塁間への当たり、足立ボールを取る、アウト。バファローズ同点のピンチを迎えます。左バッターボックスは8番水野。バファローズ一打同点のピンチを迎え、初球打ち、流した、レフト下がった、ワンバウンド、ヒット、二塁ランナーそのままホームへ向かった、中継、バファローズ追いつかれました。1対1、水野タイムリーツーベース。バファローズなおもピンチが続きます。同点の場面映像でご覧いただきましょう。さあ、ツーアウトランナー二塁という場面で伏見、第7球を投げた、変化球、空振り三振。さあリプレイです。5回の表が終わって1対1、宮城とうとう打たれてしまいました。同点で迎える5回です。ワンアウトランナー一塁という場面で頓宮。第9球、来た、いった、入った、ホームラン、ツーランホームラン、頓宮これで2打席連続のホームラン。初球を完璧に捉えました。頓宮一振りで勝ち越し。さあチームメイトからも祝福を受けます。リプレイで勝ち越しのシーンをご覧いただいています。ゲームは後半に入ります。トップバッターは郡司。今日はレフトフライとセカンドゴロ。投げた、打ちました、頓宮掴んだ、頓宮そのままベースに入ってアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。投球これから4球目、打ちました、セカンド右へのゴロ、足立ボールを掴んだ、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。右バッターボックスは万波。今日はショートライナーと三振。第4球を投げた、打った、ゴンザレス取った、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。宮城三者凡退に抑えています。6回の表が終わって3対1です。ゲームはこれから終盤に入ります。先頭バッターはマルティネス。今日はショートゴロと三振。第4球を投げました、打ちました、ピッチャー返し、抜けた、マルティネスナイスバッティングです。右のバッターボックスは5番水谷。第6球を投げました、空振り三振。左バッターボックスは6番上川畑。第4球を投げました、打った、レフトへの浅いフライになった、取りました、ランナー一塁に戻ります。これでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。バッターは指名打者レイエス、打った、痛烈な当たり、抜けた、ライトからサードへ。レイエスいいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。見逃し三振。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。満員の京セラドーム大阪、スタンドからジェット風船が勢いよく舞い上がりました。バファローズリードで迎える7回です。今日2打席連続でホームランを放っている頓宮。第9球見送ってストライク、いきなり154キロ。さあ次の投球投げました、ジャストミート、ショートから一塁送球、アウト。頓宮いい当たりでしたが、ショート正面でした。宮城降板、右のマチャド。
今日2人目のピッチャーとして登板です。ファイターズ打線相手にどういった投球を見せるのか。ファイターズこの回の攻撃はラストバッターから始まります。打ちました、当たり損ない。紅林ボールを取る、一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。打順はトップに帰って、郡司第2球打ちました、セカンド左、セカンドから一塁送球アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは2番奈良間、第1球初球を打ちました、ピッチャー返し、マチャド今拾った、一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ、マチャド三者凡退、無得点に抑えています。8回の表が終わって3対1です。マチャド降板、そして最後を締めるのは平野。最終回2点差でマウンドに上がります。期待しましょう、注目の投球です。いよいよ最終回を迎えました。この回のトップバッターは万波、第5球投げた、打ちました、右中間へ持っていきましたが飛びついた、ヒット。万波ナイスバッティングです。バッターは4番マルティネス、今日はここまで3打数1安打1三振、第1球初球を打った、ライトへの打球掴みました、ランナー1塁に戻ります。これでワンアウト、ランナーは1塁変わりません。バッターは5番水谷、第1球投げた、初球から打ってった、頓宮掴んだ、平野取ってアウト。バファローズ勝利目前、今日2本のヒットを放っている上川畑打った、頓宮ボールを掴んだ、頓宮自らベースを踏んで3アウト、ゲームセット。バファローズ2点差で逃げ切りました。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。